めっちゃ関係ない話していいですか？あ、もちろん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 。モゴさんって結構ホラゲとかされてるじゃないですか。あ、ホラゲ割とやってます僕。はい。あれってなんか、はい、どこでリサーチとか見つけてくるんですか？ゲームですか？ゲームみたいな。ゲームはなんかニコ生とかやってたら視聴者がこう教えてくれたり、ね、これやってよみたいな感じで言われてるのをやったりとか、あとはまあなんか他の実況者がやってるのをパクったりとか。はいはい。パクってみんなやってんなみたいな、ね、はいはいはい、どうやったりとかですかね。これの参考にしてるで、普通にいいのに参考にしてるみたいな。参考してください。パクってる、パクるのいいんで、マジで。逆にどうやって探してるんですか？いや俺もモコさんのパクってるしやってます。あ、じゃあもうバッチリっす。じゃあもうバッチリっすか、いけるっすか。それが結構単発系やるもんね。トレンド抑えれてますかね。うん、最近おもろかったホラゲー何でした？一番最近の一番は、なんか最近だと無弁弁ラジオですか？あ、無弁弁ラジオ、今言おうとしたやつですか？あはは、今どういうホラゲなんですか？今言おうとした、あれか、あれ結構あれは、うん、絵柄絵柄かわいいのにみたいな、かわいいのにみたいな、そう、はいはいはい、僕夏みたいなんですよ、絵柄が。あー、理解しました。ホラーゲーみたいな、あれ斬新っすよね。あれ斬新っすよね。え、なんかヤシロさんとかピピさんとか怖いのとかは結構いける感じですか？あんまやんないな、あんまビビんない。いや、まあ、これね、あれが怖いんです。ドッグリが嫌なんよね。なんか、いや、わかりますわかります、めちゃくちゃわかる。あれさえなければ全然やるんだけど、うん、驚かしてくるみたいな、急に来るから、ね、そう、基本的に急に来るんで、はいはいはい、うん、いや、もうちょっとホラーマジで苦手っすね、うん、あ、もう怖いのが結構もうやる、超無理ですね、うん、はいはいはい、なんもできないっす、うん、正直、うん、え、逆にやるのじゃあ熱そう。あ、逆に逆に熱、あの怖いからみたいな。いやでもなんか求められはしますね、うん、ホラーやってほしいみたいな、よみたいなね。いやでもマジで、うん、マジで無理なんですよ本当に。うん、じゃあ楽しみっすねそれは。いやいやいや、やってほしいっす。でもなんかやったらやったでなんか楽しいというか、うん、楽しさは分かるんですよ、その、なんだろうな、うん、いっぱいやるのはちょっと体力持たないみたいな。そう、なるほど。やったらなんか楽しさは分かるんですけどね、全のね、体力使いますよね、怖いから。うん、あとストーリー面白かったりとかして、そう、それは面白いんですけど、ストーリー面白いだとね、あの、去年の年末ぐらいっていうホラーゲー、なんていう、ちょっとタイトルだけタイトルだけで聞いてました。単純のタイトルだけ残念だから。残念、うつろまゆっていう。あー、うつろまゆ、ある。そう、あれはストーリーも良かったっす。確かに、あれ結構いいワホラーって感じでしたね。あ、ワホラーなんですね。はいはい、はい、うん、おすすめですね。あれ確かに、あれですか、驚かしてくる感じはあるんですか？驚かし系あるでしょう、たくさんやっぱ、まあ、ある。そう、あ、チェイス系ですよね、あれ、うん、あー、やっこえー、うん、え、だってもう青鬼も怖いっすよ、普通に。あ、青鬼か、青鬼の 3D みたいなね。あ、確かに、うん、3D やばそうだな。いや、あれやばそう、うん、え、あれ完全一人称指定なんですか？三人称、どうなんですか？俺まだやってないんですよね。一人称なんだ。一人称です。へぇ、あれはあの、あんま怖くない。あ、そうなんですか。あの、結構マイルドにやれるから。あ、へぇ、 あんま怖くないに、いやでも苦手でも、いや、怖いんすけど、はい、うんうん、あんまでも、いや、初心者の方も楽しめるみたいな。そう、全然初心者の方も楽しめる。無弁弁ラジオとか、あれ怖さ的にどのくらいでした？無弁弁ラジオも正直、あ、全然怖くないです。俺もマイルド。あれはね、PP さんはその辺からやりますよ、その辺から。確かに、いや、確かに 3D 青に、